2007年、鹿児島県である事件が起きました。一組の夫婦が行方不明になったことで、事件が動き出します。詳細を見ていきましょう。2007年11月30日、この日、一人の女性が鹿児島に支所を訪れました。どうやら、この女性は親戚の葬儀に出席していたそうなのですが、弟さん夫婦が姿を見せなかったというのです。また連絡もつかなかったため、これはおかしいということで、しばらく弟夫婦を見ないと言って行方不明届を提出しました。行方がわからなくなったのは、鹿児島市犬迫町に住んでいた当時55歳の A さんと、その妻である当時54歳の B 子さんです。夫の A さんは行方不明当時無職だったのですが、妻の B 子さんはパート勤務をしています。ただ B 子さんは11月17日の朝に弁当工場を退社してから出勤しておらず、無断欠勤をしていたことが判明しました。夫婦が暮らす自宅には当時26歳の次男も同居していたため、警察は次男に事情を聞いています。すると次男は、二人は市外の祖母の家に見舞いにでも行っていると思っていたと話したそうです。そして次男は自分からあちこちに電話をかけて両親の行方を探したのだと言います。自分の両親が行方不明になったわけですから、手がかりがないかと思い当たるところに電話をかけるのはごく自然な行動だと思われます。しかしこの行動を不審に思っていた人物がいました。それは親戚の男性です。なぜなら次男は普段自分から動こうとしないタイプだったからです。そのため親戚の男性は次男があちこちに電話をかける姿を見て不自然だなと思ったと言います。そんな中、警察は A さん夫婦の家の鑑識作業を行いました。するととんでもない事実が判明します。なんと自宅の寝室や軒下のコンクリート、 A さんの軽トラックから血痕が検出されたというのです。さらに不可解なことに、なぜか寝室の畳6枚が全て剥がされていました。この畳を剥がした後の床下からも血痕が見つかったそうです。また不可解なことに、自宅の裏庭からは畳の一部が焼け焦げた状態で見つかりました。その後の DNA 鑑定で、自宅で見つかった血痕が行方不明になっている A さんと B 子さんのものだと判明します。これは大変な事態だということで、鹿児島県警は鹿児島に支所に捜査本部を設置し、180人体制で本格的に捜査に乗り出しました。明らかに事件性があったため、12月2日メディアも大々的に報道を開始したのです。しかし報道が開始されたこの日、事件は急展開を迎えます。驚くべきことに、 A さん夫婦と同居していた次男が両親のことを自宅の裏庭に埋めたと供述しだしたというのです。そのため警察は次男の五反田修太を緊急逮捕しました。修太は取り調べで、両親に不満があった、隠すために埋めた、取り返しのつかないことをしてしまったなどと話したといいます。その後修太は両親を手にかけたことも認めており、再逮捕されました。そして修太の話した通り、自宅の裏庭を捜索したところ、 A さんと B 子さんが埋められているのが発見されたのです。二人は縦約 2.4 メートル、横約 1.2 メートル、深さ約1メートルの穴に並んで横たわっていたそうです。変わり果てた状態の二人が見つかった際、立ち会っていた修太は涙を流したといいます。一体なぜ両親を手にかけたばかりか、自宅の裏庭に埋めてしまったのか、ここからは事件に至るまでの経緯を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる五反田修太は、 A さんと B 子さんのもと次男として出生します。修太には兄がおり、4人家族だったそうです。五反田家を知る親戚によると、一家は仲が良く、トラブルなども聞いたことがなかったといいます。そんな家庭で成長していく修太は、無口で普通の子という印象を持たれていました。実際修太の幼馴染によると、中学生時代の修太は特に目立つわけでも、おとなしいわけでもなく、普通だったそうです。つまり全くもってとにかく普通の人間だと思われていました。そうして特に変わった生い立ちもなく、高校を卒業した修太は鹿児島県霧島市内にある大手メーカーの工場に就職しています。
この時、周太には交際している女性がいたそうです。また、周太の兄は県外に出ていたため、両親と周太の3人で暮らしていました。しかし、ある時、周太が病気で入院してしまいます。そして、勤めていた会社を退職してしまったそうです。会社を辞めたわけですから、当然収入もなくなってしまいます。とはいえ、周太は彼女との交際費をケチることなく、飲食代などに使っていきました。そのため、どんどんお金はなくなっていきます。さらに、周太には、ある一つの趣味があったのです。その趣味というのが、パチンコでした。彼は、仕事を辞めたのにもかかわらず、パチンコなどの遊興費や、彼女との交際費などに、お金を使いまくっていたのです。そして、気づいた時には、恐ろしいものに、手を出していました。なんと、遊ぶ金を、捻出するために、消費者金融や、知人から借金までしていたというのです。その後、周太は警備員のアルバイトを始めています。しかし、すでに周太が抱える借金の金額は、とんでもない額になっていたのです。驚くべきことに、その金額というのが300万円にまで膨らんでいたそうなのです。当然、返済をしなければなりませんが、警備員のアルバイトだけでは賄うことができずに、返済が滞っていきました。そんな時、母親の B 子さんが、次のように叱責してきたのです。彼女と遊んでいるからお金がない。二度と会わないように。これはたびたび言われていたようで、周太は母親の B 子さんに不満をためていきました。そして父親の A さんも周太が定職に就かないと心配しており、悩んでいたそうです。ところがどっこい、五反田家はもう一つ重大な問題を抱えていたのです。なんと父親の A さんもパチンコが好きであり、数百万円の借金をしていたというのです。さらに A さんは事件が起きる10ヶ月前に仕事を辞めており、無職の状態でした。そんな父親の姿を見て、周太は次のように思っていたのです。父親は借金があるのに仕事をせず、やる気のない生き方をしている。こうして父親にも反感を持っていた周太ですが、母親からは毎日のように金遣いが荒いと小言を言われており、強い憎しみを持つようになります。そんな中、事件前日の夜から滞っていた自動車税の支払いを母親に何度も催促されています。さらにこの時、父親の借金で自宅を差し押さえられてしまっていました。そのため周太は家に住めなくなるとも考えており、自暴自棄になっていたのです。事件当日となる2007年11月19日、この日、周太は給料の前借りをしています。そして、前借りした給料をパチンコなどに使ってしまいました。彼は借金をしている状態なのにもかかわらず、遊びたいという欲求を抑えきれずにいたのです。その帰り道、周太は次のように考えたそうです。帰宅すれば、母からお金がないのを、また彼女のせいにされる。父も仕事もしないでだらしない生活をしている。そんな父を見るのが嫌だ。このように考えた周太は、一体どういうわけなのか、両親を手にかけようと決意してしまうのです。自宅に着いた周太は、午前1時頃に寝室で眠っていた父親の A さんと母親の B 子さんに近づいていきます。周太の手には、自宅にあった長さ約115センチの木刀が握られていました。そして、母親、次に父親の順番に木刀で襲いかかったのです。その後は交互に数回、あろうことか両親の顔面めがけて木刀を振り下ろし続けました。こうして A さんと B 子さんは絶命してしまったのです。その後、周太は凶器として使用した木刀を自宅から約5キロ離れた山に捨てに行きました。それからの3日間、冷たくなった両親を自宅に放置しつつ、どのように処分しようか考えていたといいます。そのうちに匂いが気になるようになり、次の結論に至りました。親なので家のそばに埋めよう、家の裏なら発覚しない。このように考えた周太は、自宅の裏庭に深さ約1メートルの穴を掘りました。そして赤く染まった布団や枕、タオルケットと一緒に両親のことを埋めてしまったのです。こうして26年間育ててくれた両親をとんでもない形で手にかけた周太ですが、彼の頭の中は誰もがびっくり仰天する思考回路でいっぱいになってしまいます。信じられないことに、パチンコがしたいと思い、
母親の B 子さんのバッグから現金約7万円を奪い取ったというのです。そして奪った金をパチンコに使ってしまいました。その後、何もなかったかのようにイケシャーシャーと警備員のアルバイト業務をこなしています。そんな中、証拠の隠滅を図ろうと寝室の畳を剥がして裏庭で燃やしたのです。ただ、A さんの姉が警察に届け出たことで、夫婦が行方不明だと発覚しました。そして周太は事情聴取で自白したため逮捕されたのです。逮捕された当日はぐっすり眠っており、翌日の朝食もペロリと平らげたそうです。事件から約半年が経過した2008年5月26日鹿児島地裁で初公判が開かれています。周太は起訴事実を全面的に認めており、動機については母親から借金や女性のことで注意を受けたためなどと述べたそうです。検察側は冒頭陳述で、母親から交際に反対され、不満と怒りの感情に支配された、父親が働かずにいたため父親の借金で自宅も差し押さえられて家に住めなくなると考え自暴自棄になった、被害者に落ち度はなく手口は残虐、母親の財布にあった金をパチンコに使っており、犯行後の行動も悪いと指摘し、無期懲役を求刑しました。その一方で弁護側は、母親の叱責や父親の借金で家が差し押さえられそうになるなどの家庭の状況があり、絶望感が募っていた、後悔しており、親戚も刑の軽減を望んでいると主張しています。その後の2008年6月6日に開かれた判決公判で、裁判長は検察側の求刑無期懲役に対し懲役30年を言い渡しました。しかし、そうは問屋が下ろしません。懲役30年を不服とした検察側が控訴したのです。さらに周太もこの判決を不服としてちゃっかり控訴しています。控訴審初公判で周太は、両親にはすまないという気持ちでいっぱいで、何と言っていいかわからないくらい反省していますなどと述べました。2008年11月20日に開かれた控訴審判決で、裁判長は、前科がなく年齢も若いことなどを考慮しても刑事責任は極めて重い、犯行が社会に与えた衝撃は大きい、量刑は重すぎるとは到底言えず軽すぎるとして懲役30年とした一審判決を破棄し、求刑通りの無期懲役が言い渡されました。その後、周太は上告せずに無期懲役が確定しています。自宅の裏庭に両親を埋めた本事件、犯人の周太は周囲から普通の人として見られていましたが、借金をしてまでギャンブルなどをやり続けて、しまいには両親を手にかけるという凶悪犯だったのです。被害者のご冥福をお祈りします。